DSH でございます。雪が半端じゃないです。いやー、雪が半端ないことになっております。千葉県で数年にあるかないかの大雪でございます。かくいう私、かなりテンション上がってしまっております。いろいろね、事故とかもあると思うんで、皆さんぜひご安全にお過ごしください。雪の貸し切りキャンプ場を探検していきたいと思います。コンクリートは凍ってないですね。なんででしょう、雪が積もらないようです。あ、アガベちゃん、アガベちゃんに雪が乗っております。軽トラ君も真っ白でございます。いやでも綺麗だな。あ、素晴らしいですね。この景色は、この景色で。真っ白です。雪中キャンプできますねこれ。いや、山小屋も雪降ってると余計かっこいいっす。もうカナダみたいになってますね。何センチ積もってるかチェックします。えいっ、おー、4センチマジか。めったないよね、千葉で。ちょっと先端まで散歩しに行きましょう。その前にちょっとウォッカを飲もう。いや本当ね、あの雪国の人たちというか、まあ、ロシアのね YouTube とか見て、雪の中でよくウォッカ飲んでるの本当わかるぐらいウォッカうまいですね。いただきます。ああ。DSH 号も雪化粧。じゃじゃーん、今作ってます。これもね、そのうち動画あげます。やべえ、マジで。すごいな本当に。わお、半端ねえ。真っ白でございます。ほんと数年にあるかないかの大雪です。すごいです。もう真っ白です。もう向かいのね、こっから山並みが見えるんですけど、もう雪が降りすぎて見えないです、何も。いやでも綺麗ですよね、こういう一つ一つが。あー、すごい。ここ千葉県の中でも本当、あの町の方でも雪が降らなくても、この辺だけは毎年ねパラッと降ったりするような地域なんですけど、ここまではこの数年でないんじゃないでしょうか。久々に見ました。僕が千葉にいるこの 2,3 年はもうこの雪はなかったですね。去年ね、ちょうど下の開拓とかしてる時にパラッと降って、あーなんかいいねなんてみんなでキャッキャしてたの懐かしいです。今日はそれどころの騒ぎじゃないですね。もうめちゃくちゃ楽しんじゃってます雪を。いや、もうちょい降ればここスノボーですね。明日の朝無理かな、今怪我できないですね。うわー、すごいわ本当に。うわー、めちゃくちゃかっこいい。なんすかこれ。モントリオールですね。
またしても今日も感動しております。ユンボちゃんも雪化粧。今日はね、あのトイレ小屋の前にパーゴラを作ってました。がっつり雪降ってきちゃったんで、休憩しながらちょっとね、あの進捗状況的に、あの今日中にね、あのどうしても友達の大工の和樹の予定もあるんで、今日中に仕上げようってことで今日頑張ってやってました。またね、これもちゃんと動画にします。いやー、すごい珍しい雪を今日は楽しみたいと思います。本当にあの皆さん、事故とか十分に気をつけてお過ごしください。僕も気をつけます。それではご視聴いただきありがとうございました。また見てね、バイバイって。うわー、すごい寒い。おはようございます、 DSH です。千葉県、昨日からものすごい雪が降ってました。そしてこの今作っている貸し切りキャンプ場にもものすごい積雪が観測されております。はあ、すごい。ちょっと中を見に行ってみましょう。千葉県あれですね、4年ぶりの大雪警報ってニュースで出てましたね。アガベちゃん、アガベちゃん、メキシコ生まれなのに大丈夫なんでしょうか。心配ですね。それこそこれのね、植え替えも超巨大アガベ壮絶な運搬日記っていう動画を今制作中なので、そちらも少々お待ちください。コンクリートの上がね、雪降ってないんですよね。凍ってますね、ちょっと。これがっちり積もったらスノボーかなと思ってたんですけど、そこまでは降りませんでした。いやー、水道関係が少し心配ですね。果たして水は流れるのか、行ってみましょう。よいしょ。流れますね、問題なく流れております。外の水、外の水は流れないです。流れないっていうか、これが固まっちゃってますね。あの水道屋さんに聞いたら、この中自体が固まってるっていうよりも、この鉄の部分が固まってるって言ってたんで、これビニール袋とかね、寒い日の前かけとくだけでも凍らなくなるって言ってました。中はね、とりあえず問題なく動いてました。よいしょ。半端じゃないっすね。9センチ、9センチ積もっております。先端まで行ってみましょう。これね、あの雪降ってる時はパラパラしてていいんですけど、溶けてくると多分びちょびちょになっちゃうんですよね。それがね、どれぐらい長引くのかっていうのが全く想像がつきません。結構北側の斜面とかは1週間ぐらい雪残るんじゃないですかね。いやー、すごい。わー、スキー場来たみたいな景色ですね、これ。すげえ、絶景ですね。雪化粧しております、山が。美しいです。あ、でももう溶け始めてますね、パラパラいってます。まあとりあえずこれといったダメージはまだ今のところ見受けられないので、よかったです。雨の方がやっぱね、心配ですよね。
それではここまでご視聴いただきありがとうございます。現場からは以上となります。もう至る所でアイスバーンじゃないですけど道路凍結してるので、関東圏にお住まいの方、皆さんぜひご安全にお過ごしください。僕も気をつけて過ごします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。雪です。